山を越えるとはそれまでの己を越えるということ。今までに幾度も山を越えたポケモンたちに勝てるか強そうだな。足腰がすごそうだな。いやー、さすが山男といったところか。そんなポケモンだね。オッケーですね。ありがとうございました。やっぱ2体目はね、なんとなく予想ついてたんだけど、ドテッコツでした。よし、じゃあ、行きますか。根津山。おー、結構なんか予想とは違った感じだったけど、おー、チェレン。早速だけど。ヤオコンさん、根津山を視察していてお前たちに出会うとはな。たくましくなったみたいだな。ありがとうございます。そうですか。ところでお前たち最近プラズマ団を見たか？あれからジムリーダーたちで集まって話し合ったが、でも、フーロさん的にはなんかこっちの方行った的なこと言ってたよね。確か。根津山いいぞ。特にワシのお気に入りは、この通路を抜けた時の。わかりました。いや、コンさんの山で、ちょっと、レベル100まで、頑張ろうかなと。ただ、またポケモンも出そうですよね、このエリアとかも。ほー、結構予想とはまた、だいぶ変わった感じの、場所ではあったけども。とりあえず、この周りから攻めていった方が良さそうですね。トレーナーが多そうなんで、あ、ここ通れないんだ。じゃあ、とりあえずこの方から。トレーナーじゃなかった。まあ、よっぽど気をつけていれば迷うことはないはずなんでと思ったら、ちょっとここ、ここなんか普通に背景かなんかかなと思ってたんで、びっくりしました。結構行ける場所多いね。あ、ドクターかな？よーし、倒しました。ありがとうございます。ダブランとムシャーナだったね。じゃあ回復お願いします。ありがとうございます。こういうエリアポケモンが出るとかかどうかとかも気になるよね、でも。多分こんだけ歩いても出ないってことは出ないのかな？うわぁ、なんかでも色々と入れるところが多いなぁ。マンターの薬ありがとうございます。マジか、結構たくさん入れる場所あるな、これ。どこから行こうか？適当にここから行こう。お、なんかあるよ。ポケモンが出たよ。ガントルさんか。ああ、アイテム的なものだと思ったら全然違ったわ。おお、ありがとうございます。定番アイテムですね。お、新種だよ。フリージオ。溶けちゃった。溶けちゃったよ。あー、よかった。ボール15個近く使いました。ありがとうございます。大事に大事にしますね。ん？そういう隠れ方もあるのか。覚えておきます。なるほど、なるほど。トレーナーさんが多そうだ、ここは。ドリューズ。ヤーコンさん以来だよね。ついに普通のトレーナーの人も、ドリューズを使ってくるまでになってきたか？
ちょっと波乗りのエフェクト見たいんで、大剣気でいきますね。ほー、結構綺麗な感じだね。ありがとうございます。ということで、ようやくゼブライカにレベルが追いつきましたね。いやー、いいことですね。ポイントアップありがとうございます。なるほどなるほど。結構どこかとどこかがつながってるみたいな感じで、割とどこから攻めていっても大丈夫なのではと今ふと思いましたが、どうでしょうか。で、たまに正解があるぐらいだよね多分。待った待った、ただポケモン的にはね、今のところ持ってるポケモンばかりなので、フリージョ以外は、まあ、そこまでこのエリアは気を使う必要はないのかなと思いますね。このクマシュンも本来的にはここで捕まえるポケモンだったのかもしれないけど、出てきましたからね。あ、セレンだ。ってことは進んじゃってる？だがその強さはお前らトレーナーがポケモンを支配することで実現してる強さだよな。だから君たちがポケモンを自由にしたい。そう望むなら君たちはそうすればいい。だけどね、力に任せてみんなのポケモンを奪うのはどう考えても間違ってる。それは強さじゃない。塔に向かう、塔。塔っていうワードが出たね、今。よかったよ。でも何か見つけられそうな感じはするよね。うん。今のあの、プラズマ弾に言い返した言葉から、察するに。ってことはですよ、これ、出口なのでは早々に出口を引いてしまった可能性が、これは、ありますが、どうでしょうか。まあ、出口だったらで、ちょっと探索したいので、一回戻りますね。ダブランの様子はどうかね。あ、そっか、これ多分手持ちの戦闘のこと言ってるのかな。でもね、恩返しの威力がね、いまいちなんですよ。まあ、物理だからね。塔ってそれのことか、多分、竜螺旋の塔って言うんだね。知らないです。古い建造物と言われている。何より伝説のポケモンが生まれた場所とも、眠る場所とも伝わってるな。すげえ。すげえとか言っちゃった。なんかすごい、なんか素の感想が出ちゃったんだけど今。そうですね、ロマンですね。じゃあな、俺はもうちょっと探索するんだ。なんかやけにほのぼのとした音楽が聞こえたんですが、気のせいですかね。じゃあちょっと探索していきますね。ああ、こっちはいけないんだ。なるほどなるほど。メタルコートだ、ありがとうございます。これ持たせて進化させたりすると、例えばイワークからハガネールとか、ストライクからハッサムとか進化するやつだね。お、この辺トレーナーいそうじゃない？いた。季節で変わるって要素もまた面白いところだね。
ガントルさん3体だった。おお、星の砂だ、ありがとうございます。こんにちは。ナンバー2だって強いんでしょうな。あっさりでしたやったー、ネジ山ナンバー2になりましたよ。なるほど、ってことは私がナンバーワンということでよろしいかな。星の砂多いな。定期的に取れたりするのかな、ってことは。月の石ですよ、ありがとうございます。見ておいてよかったね。さあ、トレーナーさんかな？戦いましょう。ガントルさんが多いですね。ありがとうございます。ドリューズ出してきた。びっくりした。ちょこちょこ見るようになってきたね。お、トレーナーかな？バトルガール。お、やっと。やっと張り合えそうだよ、ダブランが。ビルドアップは攻撃と防御を1段階上げる技ですね。結構強いんだよね。のしかかり山は麻痺しなければいい。オッケーオッケー。たまに麻痺するんですよね、のしかかりって。 OK です、ありがとうございます。お、またまたトレーナーさんだ。なんかやけにテンション高かったけどお、待望のサイコキネスだ。多分ね、こっちの方がいいと思うんで、これでいきますね。恩返しでもよかったと思うんだけど、とりあえずね、エスパー代表技ということで。あ、戦えそう。ここどうやって行くのかなってずっと思ってたもん。よかったよかった。え？待って待って待って。ちょっとパソコンの画面を見ていたら、バニリッチ。多分、あれだよね、バニブッチの進化だよね、これは、おそらく。OK ですよ。ちょっとサイコキネスの見たい。おおすげえな、エフェクトが。ペシよーし、 OKOK。 エスパータイプ連続できたんで大経験さんに任せました。かっこいいな今の言葉。あ、マジですか。何もないところ。
とりあえずここだけちょっとオンにしてみるけど、なんだこのエリアは。やっぱりなんか見といてよかった感じがすごくする。多分これなんとなく予想だけど、 EV の進化とかで利用する場所だよね多分。グレイシアにする場所的な。ラスターカノン、ありがとうございます。鋼タイプで強い技なんで、これは貴重ですね。なるほどなるほど、ここは来てよかった。おお、ブロメキシンだ、やった。ここ多分入ったっけ、入ってない気がするけど。おお、トレーナーだ。多分このエリア探索できたら多分全部行ったと思います、多分ですが。いやー、でもラスターカノンの技マシン手に入ったのは本当でかいのでよかったですね。ワルビルはズルックにしよう。ギギアル、ギギアル、ギアルの進化でいいのかな、単純に考えて。確かギアル鋼単体でしたよね。ズルックで瓦割りでいきましょう。おお、なんかほんとそのまま大きくなったような感じだけど。瓦割り、まあ、耐えるわな一発は。なるほどね、今の技すごいな。やばい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 、強い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 。まあちょっとなんで多分いけるでしょう。オッケーオッケー、ありがとうございます。アーキオスのレベルも追いついてきたんでいい感じですね。よかったよかった。ちょっとズルクがやられてしまいましたので、ちょっとここは回復させよう。あ、技マシン、ありがとうございます。やっぱり見ておいてよかったな。身代わりですよ。これ飛び出したらチェレン、わー、バトルみたいなのはないよね。さすがにないか。ということで、セッカシティに着きましたね。まずは観光と行きたいのですが、あー、いいね、なんか。2匹のドラゴン。朝も夜も混ざり、すべてが許される。これ多分歌風なのかな？歌風ってなんだろうね。歌風がわかんないけど。待って待って、入りたいんだけど。あー、ここにあるんだ大好きクラブって。なるほどね、シリーズ共通で多分あるよね大好きクラブって。初代ではねすごい長話を聞かされた覚えがありますが、どうぞどうぞ大剣気でいきましょう。ここはお、ありがとうございます。学習装置だ。なるほどなるほど。どれだけ仲良しかお願いします。いやー、見てる私がジェラシーというなんかありがたい言葉をいただきましたが、グボボボ。こっちは？え、これ何？ジム？あ、ジムだ。ジムだ。で、あと、塔も、なんか、出てたよね、そのワードが。なんです？なんでや？なんでやさん。
ワクワクドキドキクイズで8分。え、なんか始まったんだけど。なんでやとわかるでな。